おはようございます。2014年、あら、12月19日金曜日、6時5分になりました。すいません、最初画面がなんか乱れてたみたいですね。寒いですけど、もう昨日はね、ここ京丹波町は一日中氷点下でしたもう勘弁してくださいよって感じ。デジタルのね、温度計ってあるんですけど、全部ローって低いって出たままで、全然一度もちゃんと数字が表示してくれませんでしたそれぐらい冷えて動かない。電子式のやつってあかんね、安いやつは。もう温度低いともう表示してくれないんですね。やっぱり昔ながらの、水銀とか、もう水銀のやつ今ないからね、アルコールですね、赤いアルコールの入った温度計の方が、あれはアナログで、シンプルな構造なので、なかなかね、やっぱり故障はしないし、表示は見えるので、どんな状況でもそれの方がやっぱいいのかなと思った次第ですけど。さて、今日は、中国企業のアンドロイドスマホにバックドア、セキュリティ企業が発見ということで、 IT メディアのニュースからなんですけれども、何のこっちゃいなということなんですが、まあ中国のなんかそんなわけのわからんメーカーのんちゃうのって言ったら、実はそうではないみたいで、ですね、中国のスマホメーカークールパッドっていうところで、これ世界でもスマホ市場では世界6位、中国でも3位っていうメーカーなので、まあ、かなりの数がね出てるところなんですよ。で、そこのスマホですよね、それに、どうもバックドアといって、裏側からですね入れる口があったということが、セキュリティ会社が調べた。どうもこのクールパッド出た時からですね、なんかおかしいと、挙動がおかしいとか、いろんな噂が飛び交ってたらしくて、で、あるセキュリティ会社が調べてですね、いくと、どうもいろんな情報が流れ出るような仕組みになってると。で、裏側からいろんなアプリをインストールできるようなこともあるみたいだし、なんていうの、あとSNS とかのね、メッセージとかそういうのを勝手に送ることができたりとか、電話番号とかそんなのもどうも盗まれるみたいだと、勝手に送信してるみたいだということが分かってきて、で、そのクールパッドに対してはいろんなね、不正なアプリが入るとか、いろんな苦情が言ってるらしいんですけど、それを全部無視してるらしいんですね。何のコメントもないらしくて、で、どうもこのメーカーが作ってる中に、もうその Android の OS 積んでるやつなんですけど、その Android の OS 自体をカスタマイズしてしまって、そこのいろんな通信情報とか、いろんなものを外部に送るような仕組みを鼻からも組み込んでると、そんな形になってるらしいんですね。で、まあこれで大騒ぎになると思うんですけども、まあここで、まあ中国だからねっていう言い方をするかもしれないんですけども、私はそうではなくて、まあ注目ポイントって書きましたけれども、中国だからこういうことが起きたとかっていうのではなく、危険を冒してでも手に入れたい価値があると、要はスマホにはそれだけの価値があるんだっていうことをですね、再認識した方がいいんじゃないかなと思います。要はこんなのね、やってもバレるんですよね。まあ、今回もそのセキュリティ会社が調べたから分かったんですけども、そういうふうに、外部と通信するようになってるやつっていうのは、そのね、そのネットワークの情報を見てれば、なんかおかしなこと、まあだから要はそれは、ネットワークってね、いろんな情報の状態って、ネットワーク上にパケットっていうデータとして流れてるんですけど、それを見ることは別にできるんですよね。そういうネットワークの診断ツールだとか、いろんなものがありますから、別にそんなのってその辺にいくらでも手に入るんですけど、もう昔からあるそういうツールなので、で、それで見れば、なんかおかしな通信がいっぱいあるぞっていうのはわかるわけですよ。だから、すぐにバレてしまうんですよね。調べる人が調べればというか、
そんなにあの高度なテクニックが必要なわけではなく、まあ中身がね何かっていうとこまで細かく見るのはちょっと大変かもしれないですけど、ただ何かおかしな通信をしてるっていうのは割と簡単にわかるわけですよ。でもそれ、そういうことを危険を犯してでもこんなあの中国国内で3位、世界でも6位の売り上げを、そんな数を出してるメーカーがそんなことをするっていうね、それだけの危険を犯すっていうことの意味は、それだけの価値がスマホにはある。まあ言い換えれば本当にその盗聴器を配ってるようなもんなんですよね。で、それぞれみんなが知らず知らずのうちにいろんな盗聴だとかなんだとかに手を貸してることになるわけで、そこにですね、私はスマホの危険性がすごいあるなと思ってるんですね。もう公然とそういうことをやってるよって言って売るんだったら、買う方もそれを覚悟に買えばいいわけですけど、ところがそんなことは一切表に出てこず、でもって、今回のようにその Android OS をカスタマイズできるようになってるので、各メーカーごとにいろいろ中身を入れ替えることができるんですね。で、パソコンの例えば Windows だとマイクロソフトが全部責任を持ってリリースをしてるから、マイクロソフトがまあ、中身をねこうメーカーが勝手にいじってって言ってもなかなかそう簡単ではないんですよね。マイクロソフトがその OS の中身まで公開してるわけではないので、で、そのあたりがですね、だから Android は中身をカスタマイズできるようにもう花から作られてるし、それぞれのメーカーの責任で、カスタマイズするもしないも自由なんですよ。だから、それぞれ同じスマホって言っても実は中身は全部別個のものだって考えた方が本当はいいんですね。で、それぞれのメーカーを信用するかどうかとか、そういった話になってくるので、なかなかねこれって本当に厄介な問題になってくる気はします。で、またそれだけのことをねしてでもこう手に入れたい情報が、まあ、手に入るわけですよ。そのスマホを使うことによっていろんなそのビジネス的にも、ね、多くの人の挙動が手に取るように全部わかるから、何に興味を持ってるとかどんなところに何をしてるとかそんなことがあるんで、どういうものが流行るとかどんなことにみんな困ってるとかどういうところにお金を使ってるとかそんなことが分かってくれば、そこにビジネスチャンスがあるっていうのが見えてくるし、で、またまあそれ以外のところでね、いろんなその犯罪にも、関わるようなことにはなってくるんですけども、それよりもまず多分そのビッグデータとしての情報を手に入れる。で、またこれからですね、いろんなその人工知能を開発する上でもいろんなサンプルがいるんですよ。で、例えば前にも言ったかもしれないですけど、その音声認識をやるにしてもいろんな人が喋ってる音声が必要なんですよね。で、そういうデータをかき集めるのってやっぱすごい大変なんですよね。早口の人、遅く喋る人、突っかかりながら喋る人、スラスラ喋る人、あるいは方言とかね、男性の声、女性の声、若い人、年寄り、そういうなのをいろんなサンプルを集めようとするとそう簡単ではないんですよ。で、そこにね実は今ってものすごいお金かかるわけです。だからそれをこういうものを使えばあっという間にそういうデータって集まってくるんですね。で、メールの文章の解析とかにしてもそういうことができる。だからそういう意味ではものすごいね、いろんなビジネスチャンスがこういうところに潜ってるんですよ。だからこそこんなことをやるところが出てくると、そこはですね少しこうスマホのあり方というか、それだけより身近なものになってるっていうことはもう一遍再認識した方がいいと思います。まあこういうことがあるので未だにスマホに手を出さない私なんですけどもまあまあこういうことがある、こんなん一言やと思ってると本当にいつの間にかそういうものに関わってる可能性があるので注意した方がいいんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、もう6時14分になりました。今日は金曜日ですね。もう明日から、まあ人によって月曜日休み取って3連休じゃない、4連休っていう方もいるかと思いますが、ただ寒いので、本当にその寒さもね、ちょっと緩むかもしれない。また土日あたり、日曜日かな、厳しくなるようなことも言ってますけど、気をつけていきましょう。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。